さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。ついに W リーグのプレーオフが始まりました。今回は4月2日、3日に行われた第23回プレーオフについて話していきたいと思います。4月2日にセミクォーターファイナル、4月3日にクォーターファイナルが行われ、一発勝負の緊迫した戦いが繰り広げられました。それでは今回も始めたいと思います。まず4月2日に行われた富士通対日立ハイテクの対戦。第1クォーターお互いがスリーポイントを入れ合うスタートとなりましたが、スリーポイントが高確率で決まった富士通が第1クォーターは14点リード。第2クォーター日立ハイテクはインサイドを起点に攻めますが、富士通は確実に得点し、リードを広げる展開。なんとか日立ハイテクもスリーポイントなどで反撃しますが、前半終わって富士通が18点リード。第3クォーター日立ハイテクがいい入りをして点差を縮め、ゾーンディフェンスも効果的で10点差まで積み寄りましたが、富士通宮澤選手の活躍などもあった富士通が第3クォーター終わって12点リード。第4クォーター日立ハイテクもインサイドを中心に得点を返し、日立ハイテクらしい展開からの3ポイントが決まるなど9点差まで積み寄りましたが、最後は富士通がリードを広げ、87対71で富士通が勝利、クォーターファイナルへ駒を進めました。富士通は注目の出だしからしっかりとスタートでき、前半は篠崎選手が引っ張り、後半は宮澤選手の活躍で流れを渡しきらず、勝利を引き寄せました。後半、日立ハイテクのゾーンディフェンスに対して外回りの攻撃になって流れが悪くなった点は修正したいところでしたが、今シーズン波があったスリーポイントが前半は約 57% と高確率で決まり、勝利の要因の一つでした。日立ハイテクとしては入りの部分は悪くなかったですが、パスミスがあったり流れを渡してしまい、スタートでつまずき、結果として痛い第1クォーターとなりました。ダラーメ選手を起用し、インサイドを中心に攻めることで打開を図り、後半はゾーンディフェンスが効果を発揮し、点差を縮めましたが、いい流れの中でミスが出たりして、詰め寄りきれず追いつくには至りませんでした。この対戦のデータを見ていくと、最終結果だけ見ると一つを除き大きな違いがないように見えますが、前半は富士通のスリーポイントは驚異的でした。ただゾーンディフェンスに苦しみ、流れの悪いスリーポイントが増えたことで、最終的には 40% になりました。日立ハイテクとしては、やはりターンオーバーが21という数字にも現れているように、ミスが出てしまって、流れを引き寄せきれなかったのが痛かったです。そして、なかなかアタックしきれていなかったので、そのあたりがフリースローの少なさにも現れていると思います。日立ハイテクは、今シーズンは怪我人が出たり、調子自体もなかなか上がらず苦しんだシーズンでしたが、それでも少しずつ状態を上げ、プレーオフでは敗れはしたものの、昨シーズンの時のような展開にはならず、最後まで戦っていました。ダラーメ選手が成長し、インサイドは日立ハイテクにとって大きな武器となりました。目標達成とはいきませんでしたが、苦しみながらも徐々に克服していったシーズンでしたし、この経験は間違いなく来シーズンにつながると思います。同じく7月2日に行われたシャンソン対三菱電機の対戦。第1クォーター序盤は接戦の展開でしたが、シャンソン吉田選手の活躍などもあってリードを広げ、第1クォーターはシャンソンが7点リード。第2クォーター三菱電機は渡辺選手が積極的に得点を取りに行き、点差を縮めました。シャンソンも一度は話し返しましたが、三菱電機渡辺選手が躍動し、最後は小菅選手のスリーポイントで逆転。前半終わって三菱電機が1点リード。第3クォーター、シャンソンは佐藤選手の連続得点などでリード仕返し、三菱電機は裏への合わせのプレーなどで得点しますが、勢いのあるシャンソンは吉田選手、大沼選手のスリーポイントも決まり、第3クォーター終わってシャンソンが13点リード。第4クォーター、三菱電機はインサイドを中心に得点し、点差を縮め、終盤根本選手のスリーポイントで接戦に持ち込み、終了間際渡辺選手のフリースローで1点差まで行きましたが、三菱電機の反撃を振り切ったシャンソンが73対72で勝利。シャンソンがクォーターファイナルへ駒を進めました。シャンソンは第2クォーター以降、三菱電機渡辺選手を止めることができず、苦しい展開でした。しかし第3クォーターは多くの選手が積極的にアタックし、流れを引き寄せました。課題の第4クォーターの戦い方という面では少し悪い面も顔を出しましたし、ディフェンスの面では課題も出ましたが、若いシャンソンにとって大きな勝利となりました。三菱電機は苦しいスタートでしたが、エースの渡辺選手が打開しました。第3クォーターにオフェンスの面は悪くなかったと思いますが、相手の勢いを止めることができず、スリーポイントもなかなか決まらなかったのが勝敗を分けた要因の一つでした。
この対戦のデータを見ていくと、三菱電機はインサイドや裏への合わせなどいいプレーもたくさんあったので、2ポイントの確率は高かったですが、やはり3ポイントの面で三菱電機は苦しかったです。三菱電機はシーズンを終えましたが、河合選手が移籍し、今シーズンは新しく作っていくチームだったと思います。苦しんだ時期もありましたが、藤田選手がスタートに定着し、ベンチスタートの選手も短い時間でもしっかりと活躍していました。エースの渡辺選手はこの試合でも大活躍。そして痛みを抱えながらも最後まで奮闘するシーンは心を動かされました。レギュラーシーズンでは富士通に連勝したり、エネオスから勝利したりと間違いなく力のあるチームです。また新シーズンでは素晴らしいチームになって W リーグを沸かせてくれると思います。続いて4月3日に行われたトヨタ紡織対富士通の対戦。第1クォーター、トヨタ紡織の連続得点でスタートするも、富士通が3ポイントなどで逆転。富士通らしい早い展開の攻撃もあり、リードした富士通が第1クォーター終わって6点リード。第2クォーター、トヨタ紡織がいい展開から点差を縮める時間帯もありましたが、相手のミスを見逃さず得点した富士通が有利に展開。宮澤選手の3ポイントも効果的だった富士通が、前半終わって9点リード。第3クォーター、トヨタ紡織は東堂選手の連続得点で一気に2点差に詰め寄り、その後ペク選手の得点で逆転。富士通も町田選手の得点で逆転と激しさを増しましたが、東堂選手のバスケットカウントなどもあり、第3クォーターを終わってトヨタ紡織が7点リード。第4クォーター、富士通が一気に点差を縮め、宮澤選手の3ポイントで逆転。一気にリードを広げた富士通が、その後もリードしていき、61対71で富士通が勝利。富士通がセミファイナルに駒を進めました。トヨタ紡織はミスなどもあってもったいない展開で、前半はなんとか平瀬選手の得点で打開を図り、第3クォーターでは東堂選手が攻守で躍動。逆転に成功しましたが、第4クォーターはミスもありましたし、シュートも決まらず、勝利には至りませんでした。トヨタ紡織としてはディフェンスが機能していなかったわけではありませんが、前半は想定よりも失点が多かった印象で、結果として厳しいものになりました。富士通は早い展開の攻撃で有利に展開し、この試合でも3ポイントが効果的でした。ディフェンスではトヨタ紡織の攻撃のリズムを崩していました。しかし第3クォーターでは相手のディフェンスに苦労し、決めたいシュートを決めきれず苦しみました。それでも第4クォーターはディフェンスが機能し、勝負どころでの強さはさすがでした。この試合のデータを見ていくと、富士通のシュート精度が高く、3ポイントも初戦以上に高確率で、プレーオフに合わせてきた印象を受けました。リバウンドはトヨタ紡織がトータルでは勝っていますが、勝負どころで富士通が取っていた印象ですし、トヨタ紡織としてはディフェンスは機能していた部分もあるものの、結果として相手のシュート確率を下げられなかったのは厳しかったです。トヨタ紡織は2年連続で富士通に敗れ、ベスト4の壁が厚かった結果でしたが、昨シーズン苦しんでいたチームはしっかりと復調してきて、皇后杯では初のベスト4に入り、少しずつですが間違いなく前進していると思います。昨年と違いタイムシェアをするようになり、昨シーズンプレータイムがほとんどなかった選手が活躍しましたし、新シーズンではさらに進化して、ベスト4の牙城を崩しに来るチームだと思います。続いて同じく4月3日に行われたデンソー対シャンソーの対戦。第1クォーター、デンソーが開始から激しいディフェンスでリズムを作り、シャンソンは積極的なアタックで打開。その後、シャンソン千葉選手のバスケットカウントで逆転し、第1クォーターはシャンソンが4点リード。第2クォーター、シャンソンは吉田選手の連続得点でリードを広げると、シャンソンペースで進み、一気にリードを広げたシャンソンが前半終わって16点リード。第3クォーター、シャンソン、佐藤選手、吉田選手のルーキーコンビが活躍し、リードを広げましたが、デンソーもひまわり選手の活躍などもあって点差を詰め、第3クォーター終わってシャンソンが10点リード。第4クォーター、デンソーは苦しみながらもリバウンドで踏ん張り、点差を縮めました。それでも守りに入らずしっかりと攻め続けたシャンソンが、71対81で勝利。シャンソンがセミファイナルへ駒を進めました。デンソーは出だしは悪くなかったですが、第2クォーターでは相手のディフェンスに対し対応しきれず、個で攻めざるを得ないような展開で苦しい攻撃が多かったです。なんとか粘って詰め寄る時間帯もありましたが、勝利とはいきませんでした。シャンソンは藤岡選手がコンディションの関係で帯同していなかった試合でしたが、前日の勢いそのままに展開し、第2クォーターは攻守で相手を上回っていたと思います。ディフェンスもよく動けていたと思いますし、
課題でもある終盤の戦いでも守りに入らず攻め切れていましたし、この試合では千葉選手の活躍が大きく、出ている選手が積極的なプレーで素晴らしかったです。この対戦のデータを見ていくと、リバウンドではデンソーが圧倒する形でしたが、全体として苦しい攻撃が多く、そのことがシュート精度の面で苦しかった要因でもあったと思います。シャンソンは積極的なアタックや小池選手からファトー選手の合わせなどいいプレーも多く、結果として2ポイントの確率が高く、勝利の要因の一つでした。デンソーは新型コロナなどの影響もあったと思いますし、難しい状況もあったと思いますが、結果としては目標達成とはいきませんでした。しかし2年目の高橋選手の成長は素晴らしかったですし、相手に関係なく若手選手も積極的に起用し、多くの選手が活躍したシーズンでした。若手選手にとっては成長するきっかけのシーズンとなりましたし、それと同時に悔しさも経験しました。デンソーは必ずこの経験を生かしてさらにいいチームになると思います。ということで、セミクォーターファイナルとクォーターファイナルの結果を見ていきました。今回の結果により、セミファイナルはエネオス対富士通、トヨタ自動車対シャンソンの対戦となりました。女王奪還を目指すエネオスに対して、プレーオフにしっかりと合わせてきた富士通の対戦、そして連覇を目指すトヨタ自動車に対して、勢いに乗りプレーオフでも成長してきているシャンソンの対戦、すべてのチームが優勝経験があり、どの試合も激しい戦いが予想されます。ぜひセミファイナルも注目してください。そして次の動画ではセミファイナルの見どころについての動画を出す予定ですので、よかったらそちらの動画も見ていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。